スタイドはあの民間による日本初の宇宙ビジネスカンファレンスっていうのを、まあ、こうテーマにしていて、はい、今回3回目になるんですけどあの宇宙ビジネスの広がりがあらゆる産業を巻き込むっていうのが、まあ、今回のキャッチコピーになっていてこれまで宇宙と関係なかったりするようないろんな企業の人にま来ていただいてですね、うん、だい大体当日600人ぐらいあの来たんですけれども、うん、600人中ですね55%ぐらいは、まあ、半分以上が今宇宙ビジネスをまあやってないっていう方々が来る、まあ、そんなカンファレンスに、うんうん ではですね、ここで具体的に日本にどんなプレイヤーがいるのか見てみたいと思いますこちらですね、日本の宇宙スタートアップ、はい、これはアクセルスペースさんが2008年アイスペースさんはえっと月探査の会社ですよね,すね月探査するためのロボットを作ってる会社ですね、はい、去年ですよね、比較的多 大きな資金調達を発表して,世間て、そうですね。あのアイスペースさんが発表したの100億円を超る資金調達っていうのは、うん、あの世界記録っていうふうに言われてますので、世界記録、そうなんですよね。だからあの資金的にやっぱり日本っていうのは実はあの先ほど話もあったんですけども、だいぶ環境整ってきていて、うん、過去10年間宇宙ベンチャーに投資をした人って世界で約600ぐらいいるって言われてるんですけど、はい、数でいくと実は日本で世界第二って言われてるんですよ。 エールさんみたいなところはあの人工流れ星っていうふうにあの言われてますけれども。人工流れ星ですか。はい、流れ星をまあ人工で作っていこうって世界に逆に言うとエールさん以外やってる人たちがいないっていうような取り組みなんで。これはどうして流れ星を作ろうということなんですか。まああの楽しそうですけどね。確かに見てみたいですけども。そうですよね。まああのまあ起業された岡島さんっていう女性の方なんですけども、まああの彼女がそういうことを。 もともとまあ思いついたっていうのがあるので、まあ空をこうキャンパスのようにして。まあこう描いていきたいっていうのを考えて、あの始める。まあ、せめていう,うと、こうエンターテインメントとしての宇宙って捉え方ですかね。ロケットが足りないですね。もう全然足りないんですよね。まあ、われなんかまだ五十機でいいですけれども。世界にはやはり何百機とか上げたい企業も出てきている中で。今だとどうしてもこの大型のロケットを使わざるを得ない状況なんですね。で、そうすると。 当然、行きたい軌道というのがありますからそういうのを考えるとですね、年間数回ぐらいしかチャンスがないんですよね。数回ですか、ね、でということでですね、じゃあ何十機上げようと思ったら一体何年かかるんだということになってしまってこれがもっと頻繁に打ち上げられるような状況になってこないとなかなかこう実現したいということができてこないという状況なんですよね。